ゆずちゃんでございます。今回はですねコメントが来ておりますのでお答えしていきたいと思います。2つですねお答えしたいと思います。まず1つ目こちらでございます。はい、ということで、ペロペロゆずちゃんでございますけどね、コメントまずありがとうございます。今回はまずですね、新型シェルティちゃんでしたかっていうことなんですけど、マジックワールドさんはシルバー仕様と関連があるんですかと、系列ですかっていうことなんですけど、関係ないと思います。まあ、それ聞かなかったかな、聞かなかったと思うんですけどね、関係ないです、全然関係ないです。マジックさんは東京にありまして、でシルバーシーンは静岡だったかな、でしたね確かね。全然関係ないと思いますよ、関係ない、ね、つながり多分ないです、ないはずです。はい、でももちゃんがシルバーシーンで、ゆずちゃんがマジックワールドなんですけども、性質違うものなんでしょうかっていうふうに尋ねられてみるんですけど、そんなことはないです、ないです。はい、おとなしくてお利口との評判ですがってことですけど全然関係ないと思いますよ、全然関係ありません。はい、関係ありませんね。で現に家の出が全然違いますね。はい、出が違いますし、血筋も違いますね。まあ、血筋の関係を気にするのは日本人ぐらいですけどね。はい、どこの血統がいいとか、ね、どこの 出がいいとかね、気にするのは日本人だけですけど。で、海外の人たち、そんなことあんまり気にしません。で、こういうですね、なんていうのかな。ここの出、ね、シルバーショーの出だからすごく言うこと聞くとか、そういうわけじゃないですね。関係ありません。ドッグランとかで、ももちゃんの、ですね、親戚の子来ますね、要はおばあちゃんの血がつながっている子が来るんですけど、でもう本当に顔がももちゃんなんですけど、もう全くやんちゃな子ですね。もうドッグランで暴れたい放題とか、もうキャン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 とかね、車通ったらわーっと走っていったり突っ込んでいったりとかね、そういうんですよ、ね、ももちゃんの顔でわーっていく感じなんですね。はい、やっぱりそういうのを見るとですね、飼い主さんのやっぱりこうしつけの力量っていうのが見て取れるんじゃないかなと思いますね。だからこう部分部分でこの時はこうやらないといけないっていうのをですね、一つ一つ、全部教えて いかないとやっぱりワンちゃんって対応できませんので、ね、車の時もどういうふうに対応するのかっていうのを、まあ、私は教えたので、この子たちは対応ができるわけですね。で、家にいる時もリラックスできるように努めてますし、このね、ここの場所、この家ケージがありません、ね、囲って入れとく必要性がないからです。この子たち、ね、自分たちのくつろぐ場所を分かってますから、これ教えました、ね、ここも1から10まで全部教えました、ね、だからももちゃん今寝てますね、自分のスペースのところで寝てますね。これ教えないとその辺で適当に寝ますこういうところで寝ます、ね、こう真ん中にデーンと寝っ転がってね、寝たりしますからね、はい、だからちゃんと教えましたね、はい、こう教えるかどうかなんですね、飼い主の力量ですね。もう性質とかは関係ないですね。旧型シェルティ、新型シェルティね、見栄えだけです。はっきり言うと見栄えだけ、意外だけです。中身はですね、もう飼い主の力量です。これはでもこれ質問されたり聞かれたりしたらね、もう絶対私こう言いますからね、これ私の意見です、ね、他の方は何て言うか知りませんよ、ね、はい、そういうことで、ございましょうか。新型シェルティ、旧型シェルティっていう話なんですけど、シルバーシオンさんが新型シェルティについてね、いろいろね解説されてます。ちょっと何びっくりしてんだ、ね、はい、ゆずちゃん落ち着いて、はい、落ち着いて、
回しがこんなピーンってなっちゃう。ゆずちゃん、しゃ、落ち着いて。落ち着いてちょうだい。ね。落ち着いてちょうだい。しゅ、はい、力抜いてね。よし、しゅ、しゅ、ね。ね、ゆずちゃん。はい、ちょっと力抜いて。力抜いて。もう耳、耳、顔、顔全身に力が入ってくる。はい、落ち着いて。落ち着いて。ね、落ち着いてちょうだい。ね、回しの力も抜いて。ね、力抜いて。よし、OK？ よし。よし。OK ですね。はい。新型シェルティ、旧型シェルティですけど、まあ、これは違いっていうのは、やっぱりこう、なんていうか、足が細かったりとかね、するわけですよ。ね、旧型シェルティの方が、こう、足が細い。細いというか、まあ、長い。ですね。結構長いとか。毛質もなんかちょっとこう、サラサラじゃないとかね。あとは目がすごくもうまん丸としてものすごく大きいとか、ね。白い部分が全く見えないとかね、なわけですね。はい。で、病気しやすいとか。で、ちょっと食べたら体がすぐ大きくなっちゃうとかね、あります。で、それがまあ旧型ですね。で、新型はその辺がこう結構改良されて調節されてるわけですけども、ね。まあ調べていただければすぐ、ネットで出ますね。で、まあこの子たちはですね、ご飯の関係とかね、まあ小さい頃からずっとね、計算してね、食事制限をしておりますので、ね、何でもかんでもバカ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 あげるっていうことはね、やってません。ね。ですから、まあ、この大きさのサイズですか。ね、お会いした方ならわかりますけどね。はい。このサイズでございます。ね。もう、小さい頃からもう、何グラム何グラムって決めてまして。ね。で、大きくなるにつれて、ちょっとずつこういうふうに、変えたりとか、今もやってます。はい。ね。はい。ということで、ございましょうかね。ご参考になりましたかね。一つ目の質問でございます。はい。で、二つ目はですね、こちらでございます。はい、ということで、ももちゃんがね、よく舌をペロペロやる、ね。まあ、ももちゃんがこう、こんな風にこう、お座りしてる時にこう、ペロ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 やったりしますね。はい。で、ゆずちゃんはなかなかやりませんっていう話なんですけど、まあ、これは性格もありますけど、ボディーランゲージですね。舌のボディーランゲージです。舌のね。はい。ね。まあ、ボディーランゲージはですね、一箇所だけで判断はしないようにしてくださいってね、前々から言ってますけど、で、総合トータル判断してやります。ただ、ももちゃんの場合はですね、やっぱりこう、雰囲気だとか、体の力抜けてますし、性格もあります。ね。で、舌をペロペロやるのはですね、私は悪いことしません。あなたに対して悪いことしないので、構ってもらえませんかっていう合図ですね。舌ペロペロって。よくワンちゃんがペロ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 やる。ご飯食べてペロペロはまたちょっと違いますからね。意味が違います。口拭いてるだけですから。ね。抱っこしたりとかしてるときに、よくペロ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 やるのは、私何もしないからねって、構ってくれてありがとう。ね。もうちょっと、いろいろ触ってって、こう甘えるときはペロペロする。ね。そういうボディーランゲージをですね、舌はよくやります、ワンちゃんですね。ゆずちゃんはですね、やりません。ね。これ、もうね、ゆずちゃんはね、ね、甘えべたです。もう下手くそ。もうツンデレですから。これ性格も災いしてますからね。もう下手くそ。もう全然尻尾振らない。こうやって。尻尾なんてもう振らない。振らないし、顔の表情も変わらない。ね。ただ、これ性格から来てます。プライドから来てます。ね。体は受け入れてるわけですよね。体は受け入れてるわけです。だからもうこういうふうにこれデレーンとしてるわけですね。ね。はい。こうやって捕まると、甘えるわけですね。ただこの甘え方もですね、ちょっと違うんですよ、これ意味が。あなたがね、あなたが私を捕まえたから、甘えるんだよって、ね、素直じゃないんですね、ゆずちゃん、ね、素直にね、まあ構ってほしいとね、甘えたいってやればいいのにもかかわらずやらないんですよ。あなたが私を捕まえたからね、
甘えるのよっていうね、状態を作るわけですね。だからこうペロペロとかしないんですね。はい、でなかなかねワンちゃん特有のボディーランゲージっていうのはゆずちゃん出さないですね。はい、もう本当に人間みたいな、人間の子供ね、人の子みたいにですね、こうシャイな子がよくやるような仕草をしますね。はい、例えばまあ一番奥まで行ってですね、私がテレビにこう夢中になっているとですね、私の背中をじーっと見るわけですね、遠出で。私ここにいるんですけどね、でじーっと、私ここにいるんですけど構ってもらえないんですかね、私ここなんですよっていう表情を出したりするわけです。で、どん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 こう近づいてくるわけですね、こう近づいてくるわけです。近づいてくるわけですね。でもちろん私気づいてるんですよ。無視してるわけですよ。無視してこうずっとやってみる。そうするとこうで近寄ってきてね、最終的にね、私の真後ろで私の背中をガン見しますから、ギーってこう見てますね。でふわっと後ろ向くとですね、ふわっと逃げるわけですよ。でこれを繰り返すわけですね。で私がしびれを切らしてこうでガーッとこう捕まえると、さっきも言いましたね、あなたが捕まえるから私は甘えるのよっていうね態度を取るわけですよ。これ本当にね、この性格が災いしてね、甘えべたな子なんですね。だからなかなかやったりしないんですよね。まあ、すごい嬉しい時とかはすごいいい表情とかね、ワンちゃん特有のこうペロペロとかこうやったりするんですけどね、それをもう最高のテンションの時しかゆずちゃんやらないのでなかなかね、この子はもうプライドが高くてもうツンデレでございますからね。あなたはね、自分の心曲げないね、本当にね、ゆずちゃんね、はい、ということで、ございましょうか。ご参考になりましたですかね。ご質問2ついただきましてありがとうございましたね。ということで、まあ以上コメント返信動画でございました。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ